7月21日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図で確認していきましょう。高気圧に覆われるため北海道から九州にかけては夏の日差しが照りつけそうです。一方で台風6号が沖縄に接近中です。それでは沖縄に注目して雨雲の詳しい予想を確認していきましょう。明日の水曜日の朝に台風は沖縄本島の南に最も近づくとみられています。先島諸島も午前中から雨や風が強くなると見ています。その後も1日雨が降ったりやんだり、また風も強くなり、外出は控えた方が安心です。海上では波が高くなります。うねりも伴っているため海岸付近には近づかないようにしてください。沖縄の雨雲の予想を確認していきました。それでは全国のお天気をアイコンでチェックしていきます。北海道から九州にかけて各地で夏の日差しが届きます。気温が高めで広島や大阪など猛暑日となるところもありそうですね。その他の地域は北海道も含めて広く30度を超えると見ています。万全な熱中症対策が必要です。最後に沖縄ですが、お伝えしましたように台風6号の接近により雨や風が強まり荒れた天気となりそうです。不要不急の外出は控えて安全なところでお過ごしください。以上、水曜日の全国の天気をお伝えしました。